やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。他のみんな、奴らはまだいるのか。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あっての物種だ。時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか。ドク、みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う。それはもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ。しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない。でも一人では使えない。きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、ありがとう。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつなら。ポーン、ポーン、
しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。結果よ。戻ってきたか。みんな待っている。早く入れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った若人を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴に、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした。わかった。
ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚き、引っ放しだ。見てくれよ、この持ち手部分の溝を。見せられても困る。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か？一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。
お前はどうだ。私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。まだ信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ。そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。いるもんだな。城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。私たちにはやることがあるはず。おう。
の代わりらしいな。落ちたら一巻の終わりだ。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことね。近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。茨のせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。
それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。リエゾはおそらくそこよ。これで通れる。急ぎましょう。この調子で行きましょう。
無効だ。こっちの番だ。次気はつかないわ。どういうと上げろ。決めて凪払う。直すわ。どうかやっとうっかめはぁキエンジどうかさらにこっちの番だ。うわぁ凪払うやらせかくらえ。はぁ自由の実用上げろ。ワンポイント行くわよ。地の力だって呼び戻すの。負けるものか。城内にもまだ兵士が残っているな。それでも少ない方よ。邪魔よ。そこだ。火の精霊突如ストライク。やっと火の精霊突如下げろ。ストライク。いったこっちの番だ。魔王を演じます締めていこう。火の精霊力を集めてるだけあってひどいやつだね。そんなにひどいのか。感じないんだったわね。羨ましい。
ことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。わ、笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。ファガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、あ、いや、あれは何？何でもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。ふん。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。
くれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さ、もう行くんだな。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。死ぬか。時間が惜しいわ。行きましょう。一度体勢を立て直すか。どこもかしこも岩と火ばかりで、外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の下につかされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。くそ。
これ以上の戦闘は危険よ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って、岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫、別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。ここにも袋。意外といるもんだな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだな。力の差も測れなかったのね。
るしかない。他の攻撃か。さらに撃ち込む。食らえ。次決めてやる。火の精霊術よ。ストライク。食らえ。おら。当たれ。行け。マグナレイ。はい。撃ち込む。火の力。やる。ゴッツラルク。先陣剣。おら。行った。こっちの番だ。当たれ。ほら。マグナレイ。私に任せて。倒れろ。おかな。これで終わりだ。怪我はなかった。邪魔よ。次。炎よ。ごめん。くらえ。こりゃマグナレイ。くらえ。見てやれ。どこだ。終わりだ。見えもらった。マグナレイ。はぁ。どういうこと。何払う。くらえ。どこだ。打ち込め。はぁ。マグナレイ。こっちの番だ。打ち込め。見てやれ。どういうこと。これで終わりだ。行くわよ。これで行け。さらに打ち込め。マジンケン。逃がすか。ルーナゲスット。どういうこと。炎よ。下げろ。マジンケン。当然の結果よ。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。問題なさそうな。の力で。いった。一気すると。組み合いやつは。こいつでどうだ。しびれろ。流星陣。行くわよ。もらった。炎よ。巻き込め。どこだ。手当。決めてやる。昇竜と、やっぞ。うわー、下げろ。撃つはずがないわ。もう、回復には期待しないで。なあ、あの昇降機。ええ、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。
作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。どうりで。よし、行くぞ。いよいよスルドビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスター・コアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか？ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。ビエゾか！ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を公開せい。死ねえ。ぬすっとが、スルドの真似事か、笑わせるわ。そんなもの、興味はない。お前を通してダナを解放する。おさく、顔もない奴隷風情が、奴隷ごとじゃなくなった。ファーストライク。やっと、消えず、ファーストライク。魔王エミカ。ジェスティー。なんて威力だ。でも、空中では敵だらけよ。やつが飛んだら撃ち落とすわ。分かった、頼む。今だ。はい、手足決めてやる。ナイスと傷を治すわ。今だ。させない。うわっ。やったぞビエゾ。覚悟なさい。終わりだ。
魔人剣マグナレイやっと負けるぞ。はぁ、あ、ごめん。いらマジンケン、オラオラ、こっちの番だ。巻き込む、はぁ、あ、しびれろ、下げろ、バーンストライク、ロマグナレイ、うわスミナリア、マジンケン、くらえ、オラオラ、さまるか。これでいける。ああ行くわよ、外さないわ。どういうこと。ああ蒸発しろ、ちゃんと行く。あたれ、はあ、火の精霊術よ、くらえ。ああストライク、やっとこれだ。俺のことでが決めてやる。駆け込みろ。わけにはマジンケン、さまらにやめて。ジュッセイいた、やらせか、くらえ、当たれ、終わりだ。ストライク、キキはこれを当たれ、決めてやる。はい、あばらおら、決めてやる。決めるぞ、炎よ、下げろ、やれるわ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。もマスターコアもないお前はもう終わりよ。油断するな、師匠。
ジュミナイアクア。とてつもないデカさ。巻き込まれないよう注意なさい。やらせない。当たれ、終わりだ。下げろ。十星火の精霊。下げろ。英語たちが今だ。はい、打ち止め。これを誰が。化け物の攻撃を避けて。火力なんかに。火の精これでいけ。この力です。なんということをしてくれた奴隷が。修霊機もマスターコアもないお前はもう終わりよ。油断するな。しよこっちはな。抜き込め。抜き込め。今だ。どこだ。抜き込め。とてつもないデカさ。巻き込まれないよう注意なさい。終わりだ。巻き込め。ジルの実よ。ファーストエイド。くらえ。撃ち込め。終わりだ。いい加減にしろ。これでいける。こっちの番だ。ジュミナーヤクア。モブは化け物の攻撃を避けて。マグナレイ。超電子。マグナレイ。こっちの番だ。こっちの場だ。どこだ。水の力で。私に任せて。くらえ。ケア中来下げろ。マジック終わりよ。炎よ巻き込め。魔王エニータ倒れろ。異常な落ちはファーストエイド。次あの化け物仕掛けてくると。行くわよ。いい加減にしろ。マジックだ。炎の化け物邪魔ね。俺がやってみる。いける。おい。倒れろ。本当にやるなんて。今のうちに見えぞ。叩き攻め。しらめけ。炎よ巻き込め。炎よ死の力だって呼び戻すわ。焼け焦げろ。もう一発。獲物か。やめろ。マグナレイ。くらえ。水の力。焼き払う。ソーレンチュー。素で魔王エニタ。外さないわ。じゃあ生きた。こっちの番だ。さあなんだ。炎よ炎水。巻き込め。焼き払う。しびれろ。見えた。もう一発。炎よ。いやそう。巻き込め。いいことできる。鼻切れよ。はい。やめろ。
けるぞ。ファーストインクこっちの番だ。当たれ。行くわよ。上発しろ。危ない。ひらめけ。水の力耐えろ。魔神剣。あの化け物仕掛けてくるぞ。終わりだ。炎の化け物邪魔ね。俺がやってみる。いける。来い。倒れろ。本当にやるな。今のうちにビエゾ。どこだ。私としたことが治癒の父よ。ファーストインド。終わりだ。うわい。下げろ。燃えろ。エッセリー。くらえ。マグナレイ。決めてくる。ジュニア役は。やるか。はい。当たれ。終わりだ。エンジン。投げ払う。うわい。燃えた。炎よ。くらえ。巻き込め。やれるわ。今くれ。私に任せて。くらえ。治癒の必要。マジか。ファーストエイド。うら。見えた。さらに引っ込め。やる。どこだ。水を直すわ。やらせか。やっと。ファーストエイド。炎よ。入れろ。巻き込め。玉切れよ。装填中。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ。なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だ。もしかしたら。
壊せる。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前アルフェ。俺の名はアルフェンだ。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。ようやく起きたか。一週間？そんなに眠っていたのか、俺は。ああ、そうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか。
無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊期の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことがいいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？わかったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。何かあったんだろうか。うん、いいな。
これでどうだ。よし、素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さ、先を急ぎましょう。そういえば俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か牙か。まるで聞いていないわね。今日は屋根の下で休めそうね。うん、我ながら上出来だ。